このビデオは本来空手の持つ一撃必殺という技にあえて光を当ててみました。松濤館流空手道は決めの強さ、力強さといったダイナミックな技に特徴があります。今後の空手界、空手道競技において必ず役に立つと信じております。今から前屈立ちの本当の立ち方を説明します。まず内ももの両方の内ももを締めるようにして立ちます。前足と後ろ足が均等に力が入るように立ってください。そして、左右の力に対してもずれないで踏ん張るように内ももを使って立ってください。後ろの足も同じくです。時には下から上に持ち上げて使ってください。それの中で、持ち上がらないように締めて練習してください。今度は向きを変えて同じく、特に後ろ足は力が入りませんので、内ももの力を特に使って、締めるように立ってください。前足も同じく、次に前屈立ちの締め方、また力の強弱の表し方を説明します。この技を使うことによって組手あるいは型でも応用ができ、強い技が使えます。まず前屈立ちの普通の力を抜いた時の立ち方、それと力を入れた時、向きを変えてやります。抜いた時の立ち方、入れた時、技が決まった時ですね、受けもしかり、突きもしかり、決まったときは今のような形で立ち方の強弱を使ってください。あるいはついたときですね、このようにして、組手、型にも応用として、使うことによって、強い技が使えます。続いて立ち方の応用いきます。次に移動しても締めの形を作ってください。次に飛び込みます。飛び込んだ時にも、立ち方は崩れますが、戻る体勢を同じように、締め方の延長で使ってください。大勝利、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 大勝！正しい立ち方を使うことによって、
強い正確な技が生まれます。次に甲骨立ちの基本の立ち方を説明します。まずかかととかかとが一直線上に持っていきます。そして重心は後ろにかけてください。次に重心のかけ方ですけども、十分に後ろ足をためて、そして80から 90% の力の重心のかけ方で立ってください。次に下桶、甲骨立ちの下桶の使い方です。特に甲骨立ちの場合は腕を振るんですが、腰を一つの支点につなげて、そして腰の回転と腕の振りの動作が反動作で受けます。戻る時も腰の回転をまず始めてから戻してください。次に逆突きをするときですが、肘のスナップ、手首のスナップはもちろんですが、肩のスナップを使うことによって力が増します。そしてパワーアップされます。今の状態は使われてない状態、肩のスナップを使うことによって可動範囲が大きく、距離が伸び、技が大きくなります。肩のスナップを使うことによって距離パワーがアップし、一撃必殺の突きが可能となります。そして技が決まったときは脇も締めてください。後ろの今度は後ろのこの背中の線がですね、流れるというのはダメです。あくまでも壁を作ることによって、その中からスナップを使ってください。次に腰の回転、今は正面の形です。で、次に半身になります。半身の時に股関節、この股関節部分を折り曲げてください。逆突きの時はこの股関節のスナップを使うことによって腰の回転がパワーアップされます。腰の回転の際にこの股関節が伸びた状態ですね、こうなりますと股関節の腰の回転が使われないで、胴体だけがこう動くというような形になります。これでは力が増しません。したがって半身の時にその膝、足首、股関節の形を優に使ってですね、可動範囲を大きく使って腰を入れてください。はい、半身、正面、半身、正面。はい、次にこの強化方法として、前足を膝から下を固定します。そして後ろの足も膝から下を固定します。正面に合わせて、そして半身使います。正面、半身、正面、半身、正面。この形を使うことによって下半身の強化、そして腰の回転の可動範囲を大きく使うことができます。正面、半身、
正面。このような大舞台でも立ち方、突きの基本がいかに大切かの良い例です。次に追い突きの使い方です。最初に習った段階で足を引きつけながら前に出るということが習ったと思いますが、それでは中心線がぶれて、前に早く行きません。それには中心線をまずはぶらさないで前に行くことが大事です。次に引きつけです。内ももを使いながら引きつける力で前に進みます。それプラス、腰の回転と同時に、前足の曲げを今の段階では曲げてます。そして後ろの足が前に送り出すスタートと同時に前足は張っていきます。陸上選手がスタートダッシュで使う前足と後ろ足の交差の力で前に出るのと同じで、前屈立ちで追い突きを使う時も前足の力を使いながら、そして今は曲げてますけども今度は張っていきますと同時に後ろの足を前に送り出して前に進みます。そういう力の交差を使って前に入ります。で次に追い突きを使うときに突きのスタートですが、あくまでも後ろの足とそして突きが同時に技を使うようにしてください。それでそういう感じをイメージに描きながら今度は追い突きを使ってください。次に前蹴りをします。前蹴りの時は、まず抱え込みの時にしっかり前足に重心をかけながら体重を乗せてください。前足にそれで膝をしっかり抱え込みます。それと同時に、後ろ足を抱え込む時に蹴り足の後ろ足を抱え込むときにはしっかり引きつけながらそして抱え込んでください。次に膝、前の膝頭と股関節の間のこのももの線は重心を乗せながら前に移動させます。移動させながら抱え込んで前に移動します。次に、蹴り足は二段モーションにならず、いっぺんに持っていく、そういうふうな雰囲気で前に蹴ってください。次に、前足の使い方ですが、重心を乗せると同時に前の曲げてる足を伸ばします。支え足を伸ばします。それに伴って蹴ってください。
前蹴りの移動の時には、しっかりと重心を前に乗せながら移動します。できるだけ重心の位置を前に持っていってください。大将、大将、大将、次に横蹴りを説明します。横蹴りの時のまず一つは抱え込みですが、抱え込みはできるだけ身近に抱え込んでください。次に、抱え込みと同時に股関節を割ってください。割るというよりも股関節を伸ばすと、あるいは股関節を開くといったような感じがいいと思います。次に引き足です。抱え込んだ足首帰ってきたら必ず同じ形に戻すようにしてください。引き足を取りながらそして下ろします。次に蹴込みです。蹴込みは腰を前に伸ばすという感じで、できるだけいっぱいいっぱい前に伸ばしてください。膝頭あるいは股関節の関節を使いながら、いっぱいいっぱい伸ばしながら技を使ってください。その時にじっとしてて、蹴る形としては軸足と蹴り足が一体となって一本線になった状態で、蹴込むという、そういう感じで技を使うと理想な蹴込みができると思います。回し蹴りは通常こうで蹴りますが、基本の中では上足、腰上足の部分で、蹴ります。このように上足底での回し蹴りの破壊力には凄まじいものがあります。回し蹴りを説明します。回し蹴りの場合は、しっかり横から膝を抱え込んでください。その時に、足首の形は甲を伸ばさずしっかりと抱え込みながら引きつけてください。
次に、角度としては膝をまっすぐに伸ばす、前に伸ばしながら抱え込むんじゃなくて、膝は斜め上に横にしっかり抱え込んでください。それから円を描きながらしっかり腰を入れて蹴ります。その時に大事なのは指先とそして足首の返しがしっかり上に、指先を上に向けながら足首をしっかり返して、そして引き足を取って下ろしてください。次に、コースとしては、なぜ、膝を横に抱え込まなきゃいけないか。組手の場合に、遠い前であれば膝を直線的に上げながら、蹴るのは有効でしょう。あるいは甲を使って、蹴るのも有効だと思います。ですが基本の場合はあくまでも横から抱え込むという一つの基本動作があります。これはあるいは接近戦の場合、相手が前に立ってですね、それから膝を抱え込みながら蹴る場合に、膝が前に伸ばしちゃうと蹴れません。したがって膝を横に、真横に抱え込むことによって上足を立てながら蹴ります。あるいは横に相手がいる場合、その場合でも膝が立ってまっすぐに蹴る場合には蹴ることができません。したがって、横に抱え込むことによって相手を捉えることができます。前にいても同じですね。しっかり膝を抱え込みます。それから蹴ります。次に受けですけども、受けの使い方としては、手首のスナップ、それと肘、肩という3つのスナップの使い方によって、受けを使うと良いでしょう。叩きつける技も使い方もありますけども、まずはスナップを使って柔らかく、そして肩の力を抜いて、スナップを大きく使って使うといいと思います。打ち受けもしっかりですね。大きく持ってきて、そしてスナップを使って受けてください。肘の位置というのが非常に重要なポイントだと思います。上げ受けの位置は同じくその脇腹の線、肩の線に沿って肘を上に上げてください。肘が出ないように。外受けもしっかりですね。外受けも、肘の位置が脇から外に出ないように、脇腹の線に沿った位置に肘を持ってきてください。内受けもしっかりです。内受けも同じように肘の位置は外に出ない、あるいは下段払い、下段払いですね、あるいは下段払いでもやはり、外に出ない、肘の線が脇腹の線に沿って持ってきてください。人受け、後屈人受けの人受けも同じですね。
この脇腹の線に沿って肘を持っていくください。肘の内側が外に出るとやはりこれは崩れて受けになれません。そのような形の中で、次に、攻撃受け、すなわち攻撃に転じるというような形があります。下段腹に構えて、相手に上段をついてきます。まっすぐについてきます。その中で、受けながら、前腕を使いながら、脇の下あるいは関節ですね、肘の関節を叩き折る、そういう意味で、強い攻撃の技と変化していきます。あるいは中段ついていきます。その中でしっかり、上から斜め上から下に、叩き折る、前腕を使って叩き折る、あるいは、手首あるいは肘の関節を使って、叩き折るようにぶつけてください。次に、一般的に人受けというのは、中段ついていきます。受けの人受けというふうに解釈されますが、もう一つの方法としては、人受けの最初の構えが受けにつながって、それから攻撃に転じる人打ちというふうな形で、練習すると強い受けにつながると思います。次に裏拳技を説明します。裏拳技は2種類あるんですが、一つは、手首、肘、そして肩のスナップを使って技を使います。その時に反動作、腰の回転と裏拳を打つ回転は反動作で逆になります。一つは今言ったような反動作の打ち方、そして、もう一つは、腰と腕の振りですね、それが一体となって打つ動作、それを2種類やります。まず一つは、反動作を使った裏拳、腰の回転が内と、腰の回転と内と、逆になります。これで入ります。あるいは、相手が、逆突きで飛び込んできます。逆突きで持ちて、その入りながら裏拳を放ちました。はい。次にもう一つの裏拳技です。相手がついてくるのを同じ方向に腰を回転しながら打ちます。はい。はい。このように基本をしっかり身につけることによっていかなる技も可能になります。
次に、背頭技です。背頭技は、手首、肘、肩というように3つのスナップを使って技を使います。肘に力が入っていると受けられた時にここで止まってその後の入り込みができません。ここで受けられますね。肘に力が入っているとここで止まってしまいます。したがって、相手の後頭部首筋に入ることができません。そのために、肘の力を抜いてそして肩手首ですね、リラックスしてですね、そして、巻き込むような形で楽に肩の力を抜いてそれで技を使います。相手が上段をついてきた場合受けながら入り込みます。力入れて、はい、うん、耐えた、次に、後ろ蹴りのポイントをご説明します。後ろ蹴りの使い方としては前蹴りの蹴った膝頭の位置をそのまま後ろに押し出して蹴ります。膝がこう割れてつま先が上に上がらないように注意してください。かかとが上ですね。そして膝頭を後ろに押し出しながら蹴ります。次に前に来て目標をその場で立ってもらってそして、蹴りの届く位置を確認しながら左右に肩を必ず上に向けてください。組手に関する主な基礎的技を紹介します。次に、組手で、追い継ぎを使う場合です。追い継ぎを使う場合は、腰を半身の使い方を腰の半身の使い方を持ちながら距離を出しそして追い突きの鋭さを出しながら相手を取られることが大事だと思います。基本では腰は正面という形で、突きますけども、これではなかなか相手に、届くこともできないし、距離を出すこともできません。その中で遠い前からそして入りながら上段あるいは中段という形で体全体に使いながら技を使うと鋭さが増すと思います。力を入れてやります。赤いあかい、あかい、
い。もう一つの大関の使い方としては、相手が出会いを連れてきた場合、その時には大関を行く時にはモーションが大きく移動が大きいので、刻み突き出会いの技がやられる時が多いです。その中で足を前足を引く瞬間に捉えるというふうな形で追い突きを使いますと相手を捉えることが可能だと思います。少し力を入れてやってみたいと思います。もうちょっと下がって軽く動きながら、おい、次に組手の場合ですね、この蹴り技に入ります。蹴り技の入る場合は、相手がいることですから、間合いを考え、そして前足を有効に使います。そして蹴ります。前足のすり足が一つのポイントです。回し蹴りもしっかり前足を有効に使って蹴ってください。相手を置いて行います。はい、はい、はい、はい。次に回し蹴りに参ります。はい、次に、組手において、蹴り技で反撃、あるいは出会いを取る技を説明します。相手が逆突きで来た場合、ついて一人引いて、横蹴りで出会いを取ります。ふったい、ふったい、ふったい。次に前蹴りで決めます。相手が逆突き来ました、前蹴りで出会いを取ります。ふったい、ふったい、ふったい。次に相手が刻みをついてきます。刻みがついてきます。回り回しで技を決めます。もう少し離して、はい、ふったい、ふったい。離して、どうしようから、どうしよう、いい、ふったい、そう、そう、ふったい。次に連続技に入ります。まず最初に逆突きで入りながら連続動作に逆突きいきます。その後回し蹴りの後カニバサミで倒して決めます。次に力を入れて入ります。シュン、ナイスダイナー。
次に、前回しで、追い込みながら、そして最後に、追い付けを決めたいと思います。まず最初に前回しの使い方ですが、後ろの軸足のバネをよく使いながら蹴っていきます。それで次に前足を払いながら蹴っていきます。そして追い突きに決めたいと思います。はい、いきます。はい、よいしょ。はい、はい、あ、次に連続技に入ります。まず最初に一歩前に出しながら後ろ蹴り、そして回し蹴り、足払いして決めます。力入れてまいります。はい、ライト、ああ関空大の注意点を一連の流れの中で紹介します。関空大、技の説明の中で、下受けから前蹴りが来ます。そして払いながら首筋に打ち込みます。払いながら上段に下で打ち込みます。力入れて、はい、よいしょ。
はい、次に、この部分をやりましょう。はい、まず悪い例、後ろ足を寄せる、これは悪い例ですね。はい、次にいい例をいきましょう。はい、このように、寄せないで下段に払ってください。次に、最後の二段蹴りです。まず悪い例、これは二段蹴りではありません。ただの飛び蹴りです。二段蹴りというのは2回スナップを利かして蹴るのが二段蹴りです。次に、良い例をやりましょう。擬音の注意点を紹介します。次に、悪い例を言います。はい、まず構えて、はい、次に上げ受けに入る動作ですが、はい、悪い例をいきます。はい、はい、このようにして、構える位置がここじゃなくしてこの位置から入るという形ですね。これが悪い例です。はい、次にいい例をいきます。しっかり腰骨顔から受けてください。はい、はい、結構です。はい、次に、はい、この部分をやりましょう。はい、前空連の指定型としては次の技は内に入ります。はい、1、はい、2、はい、次も同じく、はい、サポ、はい、やめ。
はい、次に、この部分をやりましょう。はい、構えて、はい、下段で入ります。はい、1、しっかり交差立ち、そしてはい、振り払います。はい、次に中段に入ります。はい、次に上段に入ります。はい、3、はい、このようにしてしっかり区別して技を使ってください。